モーリー・ロバートソン、モーリー・ロバートソン、モーリー・ロバートソン、1963年1月12日帯は、日本を中心に活動している、米国籍のタレント、DJ、ラジオパーソナリティ、ミュージシャン、ジャーナリスト、ニューヨーク生まれの広島市育ち。パートナー、事実婚は、女優の池田幸子、アメリカ合衆国ニューヨーク生まれ。 スコットランド系アメリカ人医師の父親と毎日新聞社記者である日本人の母親のロバートソンレイ子の間で出生。1963年生後2ヶ月から幼稚園に通う頃まではサンフランシスコに在住。1968年父の転勤で広島県広島市段原現、南区に移住。父は七三条の原爆障害調査委員会。 アブック、現、放射線影響研究所に勤務し、原爆患者の調査に当たった。広島カープ初優勝に貢献したゲール・ホプキンスが、引退後に、医学生になるため、父が書いた推薦状を取りに家に来たことがあるという。広島市の幼稚園を経て、小学校5年生まで、広島市のインターナショナルスクールで過ごす。勉強は、百科事典くらいある、分厚い、 教科書を自分のペースで進めるなど、競争のないゆったりとし雰囲気の環境だった。1973年、完全に広島っ子になったと認識し、日本語や漢字を使えるようになりたいと外国人のための学校を辞め、小学校5年の2学期から同志再帰区の公立小学校である広島市立五日南小学校に転校。起立、気をつけ。 例など日本の規律正しい学校生活になれるのは大変だった。1975年、中学受験をし、広島藩校の流れを組む、男子新学校修道中学校にトップクラスの成績で入学する。父の転勤で2年1学期末に、オサむ道中学校を中退し、米国のオスカロライナ州、チャペルヒルに転居。同年9月、チャペルヒルの公立校に入学したが、 すぐにデューラム市の私立校に転校。ここで一年飛び級した。1977年、父の転勤でサンフランシスコへ転居。同年9月、現地の公立高校に入学。後に、本人の強い希望で、広島の修道高等学校に留学生として、戻るも、一年後に当時流行っていたディスコに行くなどして、不良の楽園を押されてしまい、同校から自治体学。 その後、母の実家がある、富山県高岡市に、母や弟と移住。当初、富山県立高岡高等学校は、転入に難色を示し、超高生の扱いで、しばらく通学。その後に編入を認められた。この頃、心の支えになったのが音楽だった。近くの工業高校生とパンクバンドを組み違いで、ライブ活動もしていた。1981年3月、 高校を卒業。中高は日米を行き来したので教育システムの違いに困惑した。特に数学は米国ではプロセスを大切にしていたが、日本では受験を前提に公式を覚えることが多かった。英語が話せるにもかかわらず、前置詞や監視などを覚えて、英語を学ぶのがもどかしかった。東大に入ったらバンドの宣伝になると思い、入試直前の3ヶ月は、 バンド活動を休んで、もう勉強。1981年4月、東京大学理科一類に入学。ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、スタンフォード大学、イエール大学、カリフォルニア大学バークレー校、プリンストン大学の各大学にも合格。しかしメディアから、天才ともてはやされ、復帰を待っていたバンドメンバーからは、お前の脇役になってしまう。 と言われ除名されてしまう。東大在学中にプロミュージシャンデビューを果たす。だがパンクをやりたいのにメジャーな音楽が求められることに違和感を覚えた。同年7月に東京大学中退。東大を4ヶ月で中退した理由について自分も含め一緒に東大に入学した仲間たちが燃え尽きていたと語っている。ただひたすら頭に詰め込む受験生時代を送り、 その結果やっと東大に合格しても今からまた勉強して人生を学ぼうという雰囲気がキャンパスになく失望し新規移転ハーバード大学で学ぶことを選んだというハーバードでは尋常ではない日々課せられる読書ノルマやリサーチの宿題の量活発なタブーなき議論の応酬など自由だが厳しい校風に体が染み込んでいったしかし大学2年の後半に ハーバードの知的な体力をひたすら求められる生活に、こんまけし自分の良さが発揮できる場所ではないと反発するようになった。翌年、ミニマル音楽の第一人者だったフィリップ・グラスのライブを見たり、ジョン・ケージと直接会話するなどして高揚し、アートと実験音楽に身を投じることを決意した。パンクと即興演奏を組み合わせたようなグループを学内で結成で。日本語で、 高校生に至る少年期を綴った自助伝を書く。これがヒットし、森光子の三次のあなたに出演する。魔術師や霊能者を頻繁に訪ねてのオカルト修行、日本語で書いた自助伝の映画化の話の浮上と頓挫。バンドメンバーとの確執などの休学期間を経て、ハーバード大学に復学。電子音とアニメーションを組み合わせたモンタージュ。 聴覚と視覚の同時進行する作品が見る人に幻覚体験をもたらせることに可能性を感じ、電子音楽とアニメーションを専攻、視覚環境学部に進む。1988年、ハーバード大学を卒業。卒業制作は、音と映像のモンタージュ作品だった。東大合格を目指したのは、自身が組んでいたバンドを有名にするためだったとのちに、語っており、 目論み通り18歳の時にミュージシャンとしてデビューしている。欧米各国で合法化が進んでいる医療分野における大麻使用について日本国内においてもっと議論すべきと主張しており、自身もアメリカで大麻を使用した経験があると語っている。またコカインの使用経験もあるが、当時のアメリカの州法では微罪であり、そちらについてはすでに事項が成立している。 富山県氷見市特産のブリーが好物で2018年に氷見市の観光親善大使、氷見式時と魚大使に就任した。矢沢栄吉の大ファンである現代音楽やモジュラーシンセサイザーの専門家。最近はクラブ DJ をする場面が増え、ブロックパーティーなどでメインフロアに出演するなど活動している。指摘。 サバイバルシリーズダブステップ DJ ミックス楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。